こんにちは、丸川夫婦です。今日は私たちのナイトルーティーンを紹介します。それではレッツラゴー。抜け抜け、マルコが寝ている間に夜ご飯を作るよ。今日のメニューは天丼。ヒデが華麗にお肉をさばいたら2人で協力してあげていくよ。もうすでに美味しそう。ご飯の準備ができたらマルコをお風呂に入れるよ。先日紹介したベビーバスが大活躍。お風呂上がりはミルクを飲んで寝かしつけるよ。この後ろ姿がたまらない。その間にご飯を盛り付けていきます。早く食べたいけど盛り付けに悩む。完成。マルコが眠りについたら私たちのご飯の時間。今日のご飯も最高に美味しい。夜ご飯の後はマルコを代わりばんこで見ながらお風呂に入るよ。お風呂の後はそれぞれ好きなことをしているよ。夫婦で過ごす時間も大切。この日は1時にベッドへ。明日も楽しい日にしましょう。